これがレーザーストアです。十分広角じゃないですかこれここのパソコンがゲーミングラップトップって言って、ゲーミングそうレーザーストア、めちゃくちゃ高性能のパソコンとかマウスとかを売ってて、ゲームとかそれこそYouTube 編集する人とかも、これタッチじゃないんだよ。あ、これタッチか。この音いいね。欲しいな、なんか。これでも、あ、これですか。早っ。この PC がショーンってなる、読み込みが早いの。そうですね。あとこういうマウスのところ、ここにあれがゲームのやつに最適化されてるから、これでこう欲しいな。このピンクはあれだけど、あるじゃん、黒とかのやつ。あ、これがベゼルが薄くなってるから、これが最新だ。ちっちゃいよ。ちょっと小さいです。13インチで、あれ15だな。うわー、自分の動画を今チェック待って、これできるってことですもんね。お、起きる起きる。今欲しいのこれよくて、まずこうコメントとか来たら僕はいつもいいねいいねいいね。これ友達じゃないかな。友達がいいねしてる。何が違う？ハートといいねと。ハートといいねと何が違う？あ、一緒のいいです。一緒ね。ハートは自分がちゃんと見たよっていうのが分かるし、いいねは他の人と連結できるから、両方増やしといた方がいい。で、あとは友達だよね。ここに入って、配送入って、本当はやっぱ今日の動画見てもらいたいんで、難しい、地味な作業なんで、難しいな。結構こういうなんか見えない努力はしてる感じで、リライトと一緒やね。なんか来てるキーワードに合わせてタイトルが書き換えたり。ありがとうございました。わー、やっぱここで機材持ってるとみんな見てきます。なんかこれ持ってんなみたいな。こっちに流れてきた税がだからさっきのマウスとかもこっちだとちょっと安いみたいな。あ、新品です、新品です。正規店よりちょっと安く売ってるっていう。そうです、そうです。明らかにさっきのとこと雰囲気違いますもんね。いや、これめっちゃいい。レノボ MSI、 もう一個上かな確か。ちょっと入れますってここはレーザーあった。あ、本当なんかちょっと気持ち安くなってる気がする。さっき3000とかだった。ただまあ同じのはないかな。これが、あ、これだ。これがほぼ同じだ。僕がいいなって言ったやつ、さっきより。でもまあなんかいろいろ違うんでしょうね。型落ちとかなのかな。いやでもこれ買ったところでだ、本体のスペックが追いつかない。あの速度に追いつかないから意味ないまあでも普通に機能としていいですよね。まあ疲れないだろうね。ここにあるのはやっぱ買うならです。これだな、1680円か。あとマンバってやつも気になるけど、マンバはない。こういうとこでハイスペック4つぐらい並べてほしいですよね。さっきの MSI あ、そうだ、ここもそうだ、これそうだ、ジンバル機能ないから意味ないんだ。ジンバル機能ないんだっけ？ジンバルはスタビライザーなので、ウェンディンジのあの安定性、安定性機構が、あれ、ここじゃなかったっけ？ここの奥にあるはずなんだけど、あ、MSI、 ちょっと良さそうな、あ、でも MSI 本店じゃない、東芝とか違うのも扱ってる。あの白いのはないな。だって、あ、ここじゃない、もう一個階が違う、上の階か下の階だな、上かな。おお、すごいな。違った。僕の星と眠ってるかないだろうな。でも1690だったらいいですね、なんか妥当な。あと安い、てか安い、もはや安く感じる。最初に3000円とか4000円って言われると高く見えるけど、ああ、てかオズモポケットの、そうだ、それ、これを探してるんだ。これをどうにかマウントしたり、マウント専門店じゃないでもこういうとこになかったらもうショッピー行けってことですよね。欲しいやつ、くるくるくる、ロジテック、そうですそうです、ロジクール、海外版がロジテックで日本がロジクール。あ、あります、同じ会社で海外名と日本名みたいな感じで。吉田カバンと、あ、そうですね、ポーター SJ カムにあるんじゃないかな。あるというか、これどうにかマウントできないって言ったら聞いてくるし、ね、ここも GoPro とかの専用器具を作ってる。ここある気がするけどな。にゃおにゃお、店員さんいない、あ、いた。これは意識しないといけないと意識しないでいいの差は。お、MSI。ここかな。あー。ちょっともうこれ GoPro のスイッチを押すことすら忘れてましたもん。もういいや。もう押さなくていい。ああ、閉まってるし、どうして自慢しに来たのに、まあ、どっちにしろ僕は GoPro 買えなかったっていうオチですね。9時まで、あ、ちょうど9時。ああ、こいつこいつだ、ここだここだここだ。12,900 とネットには書いてて。あ、でも謎のポケット売ってない。嘘嘘、本当ラッキーですね。すごいね、ラッキーすぎる。だって新品で売ってないんですよ。もはやこれしか売ってない。正規店で売ってないし、ここでも売ってない。日本は売ってんの？日本は Amazon と価格 .com で、あのビッグカメラとかで45,000円とかで。本品も売ってる。本品も中古欠品にはなってない。欠品にはまだな、怪しいんじゃないですかね。みんな買ってるから。で、今これの欠点はなんか画角が狭いって言われてたじゃないですか。多分ここにコンタクトレンズみたいな感じでつけれるやつが正規品で出るって言われてて、もうそれが出たら GoPro 誰も買わないんじゃないかみたいな。うわ、もう成功カメラからの電話を楽しみに待っとこう。来た瞬間に買いに行かないと。日本人と思ってくれる。でもこれ電話来て買わないって言われるのもちょっとあれですよね。あ、ちょっとやっぱりみたいな。値段がほらあれや1万超えてたらちょっと。でも多分一緒、9,900でしょ。多分ほぼ一緒にしてくるでしょ。じゃあ買ったら。あり。それまでに GoPro 買ってながら。いやでもなんか今もうこれだけユースケース見たら多分 GoPro 買う気なくなっちゃってるかな。これまだユースケースなかったんで GoPro が欲しいって騒いでたんですけど、使っちゃったからな。あ、ここは売ってるかもしれない。 GoPro Hero 7、あ、7は売ってる。这个没有吗？缺货。啊啊！那保护点，帮你看一下。那 iPhone 七、GoPro 七这个多少？1万。我买背包的，我去买背包了。啊！但是我想买这个，因为我已经有 7啊6。あ、でもここはさっきより1000円高いけど、まあまあまあ妥当ライン。さっきのとこ15,000でしたもんね。あ、そうそうそう。ここ139。1100。正規自体は？正規は16,000。台湾で売ってたのは確か16,000。こことあと僕の知り合いのところ。ただそれでやっとアメリカと日本の正規価格だから、まあまあまあ。台湾だからあれ高いのは仕方ないです。需要がないんであんまり。結構いい値段しますね。あ、Bluetooth で飛ばすやつですね、多分。これは何ですか？一応三脚ですね。でも結構いらないから。他想买的是这样，啊，それは在这边夹的吗？或是这是，所以リモコンみたいなやつですよ。我大概知道你想要说的那个现在还没有，因为它这是延伸多一个1/4啊，可以锁。你懂我意思吗？就是像你机器嘛，它的侧边这边延伸，然后多一个螺牙，你可以再锁别的套件。对，你可以固定进去啦，只是那个用背夹的方式就要用转成1/4螺牙再锁。它如果版本打开来用，它会升级，不是说这个可以送。不会啦，推广到那上面一万人吗？不确定。不过我有看过他那时候在讲，他可能预计会上市。的配件有一个类似的，对，可以直接扣在上面。那我要等一下。谢谢。もうショッピーで買うしかないですね。お店自体がないですね。これ自体が出してないですね。